名古屋左元太明治14年6月16日は、幕末の薩摩藩士。意名川自民、時行とも。別称、玄太郎、兵部、大蔵。次は、青蘭。金一氏と合した。遠投先の天み大島での見聞を記した貴重な、資料、南東雑は、遠投日記を残したことで知られる。鹿児島城下の上町出身、価格は寄り合い。父は、 名古屋森継。名古屋流北条氏の文家の末裔であり、島津慶保の聖母の兄である、名古屋久し渡の子孫であり、通称の佐元太は、しばしば道家当主及び着手が使用しているが、一般的に名古屋佐元太というと、本校の名古屋時行を指す。文部に優れ、弓奉行を務め、後下4年には赤山行恵や豪。 田中兵衛と共に五軍駅方係の者頭となる。しかし、海江三年、薩摩藩において、藩主、島津成沖の後継者問題をめぐるお家騒動、おゆら騒動が勃発する。この騒動において左元太は、首謀者である、近藤大高左衛門の山田聖安、高崎五郎衛門らに密談場所を提供し、自身も計画に加わった。計画が露見した後に、 首謀者の大半は切腹を申し付けられたものの、左源太のみは、天見大島への流罪に処される。3月27日に、鹿児島で乗船した日から記録を始めた、遠投日記、海エ五5年に、遠投中のまま、島中井と所長方を命ぜられて、島中を調べて回り記録した、南東雑話は、当時の天見大島の実情を詳細に知ることができる、資料として貴重である。 安政元年7月29日に謝面されたが、ハエの時期を待って、翌年6月10日に船出し、諏訪の港経由で帰宅、以後は薩摩藩で自社奉行などを歴任した。華閲3年3月27日の鹿児島乗船後、悪天候で口の選ぶ島で足止めとなるなどし、1月、あまりかかって4月29日に、天見大島の名前に到着した。5月8日に、 なぜ法省宿村の遠行き宅を借りて居住した。当初は、遠島の身のため、あまりで歩かず、毎日規則正しく、朝の掃除、だらぎ行の度胸、故郷の両親への挨拶に始まり、武芸の練習、畑仕事、家事などをして過ごした。上級武士にもかかわらず、謙虚で礼儀正しい性格のため、村人にも慕われるようになり、子供の手習いや、 指定の学問を教えるようにもなった。また、時には村人と浜で酒を飲んだり、ご馳走を振る舞われたりという付き合いもするようになった。夜に見た夢は、夢止めと題して書き記した。海エ五5年に島中へと所長方を命ぜられてからは、他の村々も積極的に見て回り、絵図を含めた記録をした。安政2年4月2日に小宿の住まいを離れ、 赤木名校で風待ちをして6月10日に島を後に、した。安政2年6月21日、左元太は6年ぶりに、札前と帰還する。源氏元年8月、判明を受けて、手勢を引き長州へ出兵する手はずだったが、同年9月に急遽日向国小林の維持島に、任ぜられる。慶応2年には、高岡の児島に転任、そして、慶応3年には、 自社奉行に出世した。明治維新後の明治6年には、宮崎県十二大区の区長に就任するものの、翌年には、胃がん退職、諸賀骨董をあさる、悠々自適の生活を送る。明治13年2月に、中部で倒れ、翌年6月16日に死去。去年62。なお、長男の時なりは英国への留学を経験し、後に、奄美大島に渡って、 嫁を取って暮らしている。ありがとうございます。